共産党国他し、議員歳費削減に疑問筋が違うと。共産党の国他刑事国対委員長は15日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、立憲民主党と自民党の国対委員長が合意した議員歳費の2割削減について筋が違うのではないかと疑問を呈した。党として、削減の議論はしたいとも語った。国田氏は、東日本大震災の時は財源を作る上で歳費を減らし、増税を決めたが、財源は今問題になっていない。自民党の方は範を示すと言っているが、自分たちが歳費を減らせば範になるのか。まず国民の今の窮状に対して、全力を挙げて支援し、あらゆる方策を尽くすことが最大の範だと述べた。安倍首相が一律10万円の現金給付に向け、2020年度補正予算案の組み替えを指示したことについて、政権批判を繰り返す野党は16日、前代未聞総辞職に値などと方針転換を一斉に批判した。共産党の志位委員長は記者会見で、最初の30万円の案は不公平で、とてもじゃないが使い物にならず、破綻したということだ。10万円を急いで配る方が合理的で、所得が多い人には後で税金で返してもらえばよい。外国人も含め、日本に住むすべての人を対象に支給するべきで、即執行することを強く求めたいと述べた。同党の小池書記局長も会見で、政権の危機管理能力、ガバナンスの欠如は目を覆うばかりだ。内閣総辞職に値する事態だと指断した。以上の共産党の発言から3点の違和感を感じる。1議員歳費は損ないたくない。共産党議員は公から受け取る報酬、歳費から相当数の党機関司会取りが義務付けられているともっぱらの話。納税者は反体制左翼団体へ各自の税金が流れることを良と思っているか。公金横流しのような違和感。に決めたことを方針転換するのは愚の政治と非難。専制政治ではない証拠。国会議員は国民の批判に耳を傾けているから朝令暮改も出現する。前代未聞と難喫する政党に違和感。3在住外国人に給付金配れは語るに落ちる。非民主的な政治信条を持つ在日外国人への忖度に違和感。国民多数は穏やかで明朗な明日を望んで生活を営んでいる。この3点を考えるだけでも鬱陶しい。やはり日本にいらない。